皆さんこんにちは、ケンです。本日はマビックのコスミックプロカーボン、こちらのハブとラチェット部のメンテナンスをしていきたいと思います。これを購入してから約もう2年以上経ってますかね。ハブ部分のメンテナンスはしたことがないので、今日はここを分解して掃除してグリス、こちらを塗っていきたいと思います。まずフロントの方からやっていきますかね。ここに6つの穴があります。ホイールセットを買うとこういった風な工具がついてきます。これがここに当たるというわけですね。でマビックの玉当たり調整がすごい楽で、やったことはないんですけど、まあ、車輪がこういう、まあ、こういう風にクイックリリースで車体についてる状態であれば、これを普段から持ち歩いておいてライド中でもガタが出た場合、こういう風に穴に入って、まあ、クイックリリースでついてる場合ですね、こう回せば閉まるっていう流れですね。今外してる状態なので5ミリを刺して、ここをすると閉まると。外すときは反時計回しですね。電気回した方が早かったですね。とワッシャーみたいなのが取れて、この受け身の部分が取れて、で軸で中にベアリングが入ってると。でここが圧入されてるっぽいので、今回はここを触らず、ここの部分をきれいにしてあげて、グリスを塗布してあげて、シールをもまた元に戻すっていう作業をしていきたいと思います。ここは自己責任で、マビックの純正じゃない、潤滑油を使います。チタンの潤滑剤っていうやつで、まあどんなとこでも使えますよと。サスペンションとかディレイラーの可動部とか、あとはそういう樹脂類も傷つけない、攻撃がしないっていうような油ですね。このシールは表裏、弾が当たる方当たらない方とで形状が違うので、そこ覚えておいて元に戻す作業をします。
底抜けたり